資料集をじーって見るのをよく見る。例えば211ページあるじゃん、文章が211ページあるでしょ、211ページあるでしょ。カリブ海のこれめっちゃよく見ると、よく見るじゃん、ここ211ページのここでしょ。ここさ、ここさ、イギリス色になってない？イギリス色や。気づいた？これイギリス色になってるの、この島。この島イギリス色やろ。この島イギリス色やろ。はい、あれです。世界一速い男の出身地です。ウサイン・ボルトの出身地はどこでしょう。じゃあ、正解です。ジャマイカ。ジャマイカね、ジャマイカ、ジャマイカでしょ。ジャマイカ置いといて、ここが海賊たちの中継地点だったよ。ここにか、で、ここ海賊たちの中継地点になってて、で、イギリスってめっちゃ面白いの。考え方がすごい。で、彼らに対して略奪認めてんの、公に。で、次、何略奪してたかって考えるときに、なかなか世界史が上がるから。何略奪するかって考えるのにちょっとヒントがちゃんとあります。こうやってね、どの国から何を略奪したかって考えるとめちゃくちゃ面白い。でジャマイカここでしょ、あって、海賊たちここ拠点に置くんですよ。ヒント2つ映ってますよ。タキオくん、アカプルコ、ポトシ、ここらで何をどうしよったんやったっけ。アカプルコやらポトシやらね。藤田君どうですか。銀。そう、銀なんですよ。そう、ポトシ銀山とかアカプルコで銀取れるでしょ。で、この銀貿易を最も進めてた国は、じゃあ、もう一回チャンス、どこでしたっけ。いや、この領土の色見たら分かるよ。スペイン。そう、スペイン。だから、スペインがこの銀を運ぶんだわ。この銀を、まあ、太平洋こうやって運ぶのはいいんだけども、銀をヨーロッパに運ぶときってここ中継地点になるんだ。分かる？銀を運ぶ中継地点なんだ、こちらが。別にあのこれは書かなくてなんとなくへえと思っときゃいいけども、あの銀をね、ちゃんとスペインが当時ポトシ銀山で取れてアカプルコっつって、そのまま太平洋だったらマニラ持ってくんだよね。うん、スペイン持ってくんだってね。でもヨーロッパ持ってるとき当然こうなるから、このスペインの船を狙い撃つ。うわーって海賊たちが。で、大儲けーっつって。で、一部は略奪行為認めてあげてるから、逆にちょっとちょうだいっつって。で、国にも銀入ってくるでしょ。で、ウハ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 、それでイギリスは金貯めて儲けて、その金を最終的に、まあ、流れ流れにはなるけど、産業革命とかの時に土台にしてるんだわ。だから、この実はイギリスの死略戦っていう作戦で、こういったジャマイカのカリブ海に、領土を置いたりするのは、そういったスペインの銀を運ぶ船を狙わせたんだ。めちゃくちゃ面白いでしょ。こうやって、なんか子供誰も見ないじゃん。結構面白いですよ。考えると。うん。中継地点です。思い出したでしょ？資料集で改めて見ると、銀のところはよう出るから。この辺やな。確か。これ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 。139のここに載っとるし、ここここここ139のところに載ってるから、ほらこっちの方、これはまあさすがにこっちじゃないかね。だけどスペイン本国運ぶときに絶対ジャマイカもこの辺通るから、このスペインの船を狙わせたんだ。ボン、それがあのいわゆるパイレーツ・オブ・カリビアのあの辺ね。パイレーツ・オブ・カリビアのあんなロマンがあったか知らないですけども、あんな感じですね。忘れたっていうところを、それを狙ってたっていうところを覚えるとね、ちょっとまあ別に受験云々とかじゃないですけど、考え方広まるからね、面白いっすよね。